夏夢なぎさ。夏夢なぎさの方を実況を始めていきます。とにかく生徒会室に行き、青山先輩たちに報告しておこう。誰かに会いに行くの？一応この学園の生徒会長さんだ。美浜を探すように頼んだ人？いや、それはまた別のやつ。じゃあ誰が先輩に頼んだの？そう、それも含めて調べてくるんだが。何それ、人探しを頼んだ人を探してるってわけ？確かに変だよな。気象しながらふと思い出す。そうだ、ついで何かクラブに参加してたりするのか？クラブ？なーにも、学園自体来るの初めてだし。そうなのか。どんな生活してたんだ？だったらさ、よかったら俺が入ってるクラブに入る。そう、当然だよ、先輩がいる場所が美浜の場所なんだから。サンキュー。しかしやっぱちゃんと話聞いてからにしろよ。とんでもないクラブだったらどうすんだ。いやだ先輩、美浜に何をさせるつもりかな。いや、もしもだって。あ、逆上がり部とかだったらどうしよう。美浜スカート姿なのに。どんなピンポイントな部活だよ。あと別にスカート姿ってする必要ないだろ。ああ、でも実際ピンポイントな部活かもな。スノーブリブな、俺が作ろうとしてる。足を止めた羊が俺目を見開いて俺を見返す。何？スノーブ？はあ。先輩！なんだ？やだ、かなり予想外。そうか、確かにそうそう聞かない部活だろうけど。だって美浜ってば女の子なのに、そんなこと求められちゃったら困っちゃう。それってそのやっぱり水着なんか着て。そりゃまあな。がっつりがっぷり先輩とやっちゃうわけだよね。よくわからないが、すっぷりやっちゃうんじゃないか。すっぷり、いやいや、やだ先輩、やだやだ先輩。どうした？何が恥ずかしいのか、頬に手を添えながらバシバシと俺の腕を叩くフィスキー。いくら美浜でも、それはちょっと躊躇しちゃうってば。やたら顔を赤くして体をくねらせている。なんだろうか、水着ってところが恥ずかしいのか。複雑なやつだ。いや、無理にとは言わないけど。やる！お？先輩と、しちゃう！飛び込んじゃう！そうか、サンキュー。ただし、先輩だけだから。美浜が飛び込むのは先輩の胸だけなんだから。俺の胸に飛び込まれても困るけど、不快だ。スモーブでずっくり。どうなっちゃうの美浜ったら。本当に謎なやつだ。どうも、美浜羊です。美浜羊さんね。9月に編入されてから全く学園に出てなかったみたいだけど、どういうこと？生徒名簿を確認しながら、青山先輩は羊に確認を取る。確かにその辺は俺も気になるところだったが、9月に編入されてかれこれ3ヶ月、
全く投稿してなかったというか驚きだ。忙しかったんです。全く悪びれる不運もなく、次は答え。何が？愛を探すのに。あ、愛？でももう心配いりません。美浜、愛を見つけちゃいましたからね、先輩。 おい、人目もはばからず俺の腕に絡みついてくる羊。こいつ、周りに他人がいても同じテンションなのか。そしてそんな俺と羊を漠然とした表情で眺めるんだ。ねえ先輩、早くクラブの練習しよう。ずっぷりやっちゃうんでしょ。ずっぷりって何を？いやまったく、早くもたらし込んじゃって。油断ならない坊やだよ。先輩、美浜学園来るの初めてだからわからないことだらけだよ。案内してくれる？ああ、今はまだ話があるから待っててくれ。辻を引き渡し、改めて青山先輩たちに。それで、昨日も遠野遥にも会えたんだ。おお、そっちにも手をつけて嫌がったか。遠野さんに？本当？ん？誰それ？あ、もしかして昨日の夜裸でうろついてたのと関係してるわけ？まあ、そうだな。一体どういう状況であったのよ？いろいろと込み入ったんだよ。でも、連れてこれてないってことはそちらはたらし込めなかったと。そうそう、不死だらな真似が通じるわけがないわよね。どんまい、先輩には美浜がいるもんね。そうだ、今そう。人のことなんだと思ってんだ。大野は、その、今は療養中とかで出られる状態じゃないらしい。だから本人は、できれば学園に顔を出したいみたいなんだ。クラブへの参加にも乗り気で、入部手続きについても本人の署名だけもらってきた。有谷さんと遠野に即席で書いてもらった入部届の委任状を手渡す。本人の署名であれば、休学しているというわけでもないし、在校生である以上は問題ないのかな。でもすごいわね。全く手がかりもない状態からたった数日で二人も見つけちゃうなんて。これが愛の力なんだね。にゃーぐん、なんでやねん。ああ、続けてください、ご自由に。で、残るは同定生徒だけだが。うん、彼女については私の方で聞いといてあげたわ。そうなんですか？助かります、ペタンコ先輩。余計な一言のせいで感謝も敬意もあったもんじゃないわね。いや、先輩に先輩らしいことされると一つ掴んでおかないと収まり悪くて。何さそれ、だいたいペタンコ具合では私より司の方が。あ、やっぱりそっちの方がちっこいんや。ユーミ、なんでそこで私が出てくるの？まあまあ、どちら様も揃ってつつましやかなノーブラザーズってことでいいじゃない。つけてるわよ。なんで知ってるの？え、まさか司あんた。え、いや違います、今のは物の弾みで大丈夫ですから。つけてます、つけてます。うん、話を戻そうね。ローギさんのことよね。うん、調べておいたわよ。あれ、青山先輩も協力してくれたのか。生徒会長として責任がないわけじゃないからね。そう、別に素潜り部なんかに入りたいとか思ってるわけじゃないからね。わかってよ。うん、ローギー真希さん、2年 C 組在籍。出席状況を確認した限り、少し前まではちゃんと登校してたみたい。普段は登校してもあまり授業には顔を出さないで学園の図書館にいることが多いみたいね。
自分の研究に没頭しているとか。ああ、そんな話、ご権威が聞いてな。一度図書館に行けば会えるってことか。それがね、ここ最近は図書館で見かけたという人も全くいないみたいなの。私が聞いた噂だと、授業料が払えなくて休学しているとか、あと飛び級で大学に行ったっていうのもあったわね。ユーミ、あんたどこでそんないい加減な話を。サバイバル好きの軍隊女で森でマジックマッシュルームの研究してるっていう噂もあったよ。何よその顔は。ちゃんと調べてきたんだからね。ユーミ先輩の話は眉唾と。それでね、1ヶ月くらい前って言ってたかな、原生園の方にテント担いで歩いているローギさんを見かけたって子がいたの。ほらほら、やっぱり森でマジックマッシュルームの研究してるのよ。なんかな、この声聞いてるとリトルバスターの三枝遥か、彼女が思い出す浮かぶんやけど。すごく大荷物だったから気になって何をしに行くのか聞いてみたんだって。そしたら、ちょっと森に研究にね。だって森の研究、原生園の奥の森って一般人は立ち入りしてなかったか。そうよ。青山先輩は机の上に島のマップを広げてみせる。その謎は、緑色に塗りつぶされた原生園と、さらに南、緑に塗りつぶされた森林地帯が広がる。炎のいる境界はどの辺だろうと眺めているが、それらしき場所は見当たらない。原生園の森一帯は大学が管理しているはずだわ。へぇー、だから老木ってやつはどうやって入り込んでる。確かローギさん、ご両親が大学の教授をなさっているから、そのつてで許可をもらったのかもしれないわね。そっか、原生園といえば島の中央に広がる自然公園だ。その入り口に広がるだだっぽい昼回り畑なんかが有名で、先日のように俺も散歩がてらを訪れることがある。そしてさらに奥へ入っていくと、全く人の手が入っていない原生の森林が広がっている。しかし一般人の立ち入りは禁止されており、でも昨日のことがあるまで入ったことはなかった。まあ入っといっても端の方を抜けていっただけだけど。ていうか、そもそも遠野とアリアさんはあの森林、あの森抜けて教会にたどり着いたんだけど、あれ参加許可って得てるんだよな。なるほどな。じゃあちょっとその森まで行ってこようか。行ってくるって、立ち入りは禁止されてるって言ったよね。いや、許可もらうあてはあるんだ。しよう、ある人物の顔が思い浮かんでいた。そうなの？でも今から準備もせずに入って大丈夫？そうだな、明日にしておいた方がいいよ。お話終わった？それじゃあ撤収。じれっそうに羊が追う先輩と俺の間に入り込んできた。ぐいぐいと俺の手を引っ張っていく。あ、美浜さんにはもう少し聞きたいことがあるから、明日にでもまた顔出してくれる？それより先輩、部室とかないの？そこで二人の愛を育む計画はどうなるの？そんな計画はない。でも部室か、確かにこの部屋借りてるわけにもいかないよな。どうなんだろうと青山先生。部室なら一応用意できそうだけど、でもまだクラブができたわけじゃないし、とりあえずそれまではここを集合場所にして構わないわよ。あ、サーヒスティ。そう？
あそうするね。先輩、ミハマお腹空いちゃった。海猫で行って何か食べよう。悪い、これから俺人に会わないとダメだから。学園の間になるなら青山先輩にペタンコ先輩に頼んでみたらどうだ。ノーブラザーズと一緒に。ちょっと、いい加減ちゃんと呼んでほしいんだけど。ちなみに後輩や同級生からは尊敬を込めてユーミンだなんて麗しい呼び方をされているわ。ユー、尊敬というより可愛がられているのでは。ユーをフに変えてくれるとさらに私にお似合いな響きになりそうだけど、いかが？腰をフリフリさせつつ、先輩はパチンとウインクしてみせた。じゃあ、ユーミン先輩。はいはい。若干不満げに答えながら、ユーミン先輩は何か思い出したように言ったみたい。あんたもいつまでもゴンベイじゃかわいそうだよね。いいですよ、別にゴンベイで。なぎさだから、ナギとかナギさんとか、なちゃんってのも涼しげでいいわね。つかさはどれがいい？私はゴンベイのままでいいわ。なんか可愛いし。可愛いか。じゃあ私はなっちゃんで決定。ご自由にしてください。なぎさと呼ばれるよりはどれでもマシだ。じゃあ今日はこれで失礼しますね。美浜も失礼。お疲れさん。若いからって無茶はダメよ。はいはい。クラブのメンバー探しに行くんだっけ？いいじゃん、美浜がいるんだから。それが5人揃わないと分にはならないんだよ。のんぽりも加えてあげたらいいよ。にゃんごー。猫じゃダメ。じゃあ美浜もついていくね。どこ行くの？まあそう来るんじゃないかと思うけどな。南にでっかい原生園があるんだろう。あそこ抜けて森の中探すんだよ。原生園の森？機械室羊は少し驚いてるみたいだった。そして考え込む。先ほどまでとは打って変わって、ね、気乗りしなさそうだ。森というのに戸惑っているのかもしれない。美浜はやめとこうかな。どうか？まあそれがいいかもな。さして険しい森ということもなかったけど、女の子連れてっていうのは抵抗か。まあそんなところに女の子を探しに行くわけだけど。うん、じゃあね先輩、また学園来るからきっと会おうね。あ、またな。にゃんのー。そういや、双子のもう一匹は元気にしてた。え？にゃあ！お前じゃない。あの子ね、双子のあの子ね。うん、ピンピンしてるよ。いい感じ、いい感じ。そうか？大丈夫そうなら今度会わせてくれよ。にゃあ！だからお前じゃない。うん、今度ね。機会があったら会ってあげて。あの子も先輩に会いたがってたから。うん、俺も会いたいぞ。ありがとう。のんぽり、学園探検してこよ。猫とじゃれ合いながら羊は小走りに走った。その背中を見送り、俺は保健室に向かう。原生園奥の森への立ち入り許可は？大学の管轄だって聞いたから口を聞いてくれないかと。いや、市の管轄だよ。うちの大学は管理をしているだけだ。似たようなもんでしょう。お願いできませんか？そこに同期って生徒がいるらしいんです。ああ、例の人探しね。まだやってたのかい？物好きというか暇というか、あ、両方か。保健員は手元で砂時計を持って遊びながら、ひどくつまらなそうに首が鼻を出した。
ゆめさんも顧問を引き受けてくれた以上は協力してくださいよ。はいはい、あそこはね、まあ勝手に入ればいいんじゃないの。変か、勝手に入れるんですか。別に森全体を柵で囲ってるわけでもないし、外れなら人もいないし、誰かに見とがめられることもないだろう。いいんですか、それで。要するに見つからないように勝手に入れとそそのかしているわけだ。立ち入り禁止といっても、規則を無視して入り込んだバカがどうなろうと自己責任だという警告だしね。何ですか、どうなろうと自己責任って。危険があるんですか。あの森に害獣が出たという話は聞いたことがないけどね。なんといっても未開の地だ。何がいても不思議じゃないし。そんな謎めいた場所だったのか。俺海パン一丁で突っ切ってしまったぞ。それにあの森には噂があるからね。噂？君は町をうろついている野良ペンギンたちがどこに向かうか知っているかい？そう。あれはね、世界中からやってきた巡礼ペンギンなんだよ。は？島の南端、原生園の森の奥深く、そこにはペンギンたちの聖地があり、それを犯す人間は捕らえられ、妖精王への捧げ物とされると。何ですか？知らないのかい？森に住みながらペンギンたちの王として君臨している精霊だよ。精霊、妖精王。ゲームの話みたいですね。ゆめさんからこんな話聞くとは。君ちょっとバカにしたよね。恐ろしや恐ろしや。妖精王のたたりきゃとかなんとかつぶやきながら、保健医の目はとても楽しそうだ。この手の話が好きなんだろうか。まあとにかく私から言えるのは一つだけだよ。行きたきゃ勝手に行けばいい。ということで今回の実況ここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。